高原山、高原山、高原山、高原山は、栃木県日光市と、道塩谷郡塩谷町、那須塩原市、八重田市にまたがる山である。特に手法慶町山、釈迦が、竹、中岳、西平岳市の山町部は、日光市と塩谷町にあり、東北部の裾野である八方が、原も含め、その山体は、日光国立公園にある。 日本三百名山の一つに選定されている。高原山は、栃木県北部にあり、南側の釈迦が竹火山群と北側の塩原火山群の総称である。その主砲群のうち、京町山の山頂は、日光市に、また釈迦が、竹、中岳、西平岳市の山頂は、日光市と塩谷町の境界上にある。これら主砲群すべてが望めるのは、 県と宇都宮市や鹿沼市といった南西側からであり、宇都宮市にある小賀市さんからは、高原山東側にがる、第一部も含め、高原山全体の山陽が眺望できる。一方、高原山東側からは、手法の一つである、京町山は望めない。全体としては、馬帝系のカルデラ地形をもとにした、複雑な山陽を持つ。木の川と宝木川に挟まれ、南大山。 女宝山などの日光連山と大錆山、小賀岳などの下付山地の間に位置する。南側の釈迦岳火山群は、馬丁系の加工兵器を形成する、慶長山、西平武、氏中岳、釈迦岳、剣上根などからなり、現在の高原山の主要防群を形成する。釈迦岳火山群の東側山麓には、噴火時に流れてた溶岩によって形成された発砲が、 腹が広がり、東側のナスのが原方面から眺めた場合に、特徴的な採用を呈する平坦な階段状の台地を構成している。階段状の台地は、上から順に、大まま、駒、学校平と名付けられている。西平武氏の南西六には、太平洋戦争後の引上げ社等が入植した釈迦が、竹開拓があり、高齢地育病補では、イチゴなどの山揚げ栽培が行われ、 開拓地では大根、株などの栽培が行われている。北側の塩原火山群は、カルデラと中央火口級を形成し、全黒山、明神岳、大乳道、小乳道などの峰からなる。前黒山の北東中腹には、約6,500年前の噴火で形成されたと、考えられる川火山の富山、溶岩ドームがあり、その再六にある、 塩原アライ温泉では今なお噴気活動が確認されている。慶長山、明神岳の北西斜面は、なだらか溶岩台地となっており、ハンターマウンテンスキー場、エーデルワイススキーリゾートやゴルフ場、高原大根など高原野菜生産地でる、慶長開拓が立地するが、近年工作放棄地が目立つ。塩原火山群の火口壁からは、スカン、サワ、 かのまた川が流出し、塩原十名瀑に属するいくつかの滝を形成しつつ、北斜面を降り、塩原温泉郷で白倉山を水源とする中川水系放棄川に合流する。他、か、再六には、木の川温泉、川地温泉など温泉が豊富に立地する。東山六には那須のが原周辺に開墾された家族農場の一つ、山形農場があり、南側には、 関東平野がある。高原山は古くは行基が回帰したと伝わる、放楽寺が、天河峰に存在した、山岳宗教のメッカでもあった。峰や山道には、ほこらや石仏、鳥居などが点在し、京町山の山頂には、京町山の神社の社殿が建つ。以下に、高原山の南側山海をなす釈迦が竹火山群と、北側山海をなす塩原火山群ごとに、 それぞれの、主な山を記す。高原山は前黒山、明神岳を中央下高級とする東に開いた、馬帝系、カルデラ火山、塩原火山であるが、その後、カルデラ壁南西周辺で、慶長山、中岳、西平岳などを構成する、安山岩室清掃火山群、釈迦岳火山群を形成、カルデラを埋め尽くしたため、カルデラ火山の形がわかりにくくなっている。 焼板市と那須塩原市の境界付近を流れるすっかん、沢、かのまた川は、カルデラ壁の内側を流れる川と考えられ、すっかん卓の水は、魚が住めないほどの強い酸性を示す。また、全黒山北陸には、割れ目噴火、炭性火山の痕跡が残り、大沼などの割れ目が、西因の沼が残る。塩原温泉のこの廃止などの化石は、このカルデラの中にできた湖。 塩原化石小股は、塩原湖、東西約6キロメートル、南北3キロメートルの三日月型の底に堆積した、塩原湖清掃という地層から検出されるものである。南斜面の中原、八重田市と塩谷郡塩谷町の境界には、小日都市沢があり、全国名水百選に選ばれた、小日都市沢湧水がある。小日都市沢とその下流東荒川の流域の、 高原山水源の森は、水源の森百選にも選定されている。その他にも森林浴の森百選に選定されている、栃木県民の森、キャンプ場、全国植樹祭、育樹祭会場、展示館、少年自然の家、ハイキングコースなど施設が整備されている。同地域はまた八方自然休養林にも指定されており、自然の宝庫である。釈迦、竹は、 高原山系の山の中で最も高い峰であり、しばしば登山ガイドブックでも到達目標として、西側にレンダナル、長山と共に大きく扱われる。山頂には一等三角点が設置されており、釈迦如来像や祠が祀られている。草原上に開けた山頂からは、北方のナス連山、東側に広がるナスのが原、西の慶長山越しに日光連山、 その他、荒海山、七ヶ岳などを一望することができる。登山道としては、西側の日光市側の京町山スキー場跡地、かつては京町山総バス停があったが、その後はバスの便がなくなり、駐車場が設けられている、またはその付近にある京町山の上シャトリーから、京町山を経由して登るルート、東側の焼田市側の大間ま台から県ヶ峰を越えて、 登るルートなどが知られている。釈迦岳と慶長山を結ぶ稜線は、河口壁の上を歩く山道となっており、道の南面は、爆裂河口の切り立った崖となっている。八い市街より八方が原へ連絡する栃木県道56号、塩原八い線沿いの栃木県北平野部を一望できる高原山中腹に立地する。東京オリンピックが開催された百六十四年。 昭和39年10月3日、栃木県で最初に整備された中継送信書である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。